滝川忠之は戦国時代から江戸時代にかけての武将。後に尾張藩家老。通称を彦次郎。署名は宝忠、または森勝。尾張国中島郡東島村の出身。木俣忠清の子。はじめ、父と共に滝川一益に仕え、しばしば忠功を立てたことをもって、滝川の屋号を与えられて、滝川姓を称するようになった。一益に従って各地を転戦し、伊勢国の太田と小稲葉山の城攻め、大阪城、播磨、伊賀などで戦功を挙げた。天正10年3月、一益が信濃国のうちに軍と上の一国を与えられるとこれに、従い、上州新田に所領を持った。同年6月の神流川の戦いでは、本拠の馬屋橋城の守備を任された。天正11年の賤ヶ岳の戦いでは、関城を守り、羽柴秀吉の軍と戦った。戦後、滝川一益が所領をすべて失うと、豊臣秀吉に仕えた。天正12年6月、尾張蟹江城で徳川勢を迎え撃って完投し、優勝、松平康康と槍を合わせた。秀吉の下では、金切先指物使い番、普請奉行となる。天正18年の小田原役では、前田利長、木村茂ここの軍勢の目付けとなり、武蔵国八王子城攻めに一番乗りをして、戦闘の手柄を挙げた。また、忍城にも、剣士として派遣された。寄せ手の浅野長政が敗走すると、忠之は民家に火を放ち、出撃してきた、成田勢を撃退した。文禄元年の文禄の役では、肥前に赴いて、秀吉の警備に当たった、名古屋五留守番人衆の一人。文禄3年の伏見城普請でも普請奉行の一人となった。慶長2年6月に、美濃国鴨郡、川辺郡で700石を加増され、合わせて2000石となる。9月に、15位下豊前守に叙任された。慶長5年の関ヶ原の戦いでは西軍に組みして、伏見城の戦いに参加。しかしお咎めはなく、徳川家康に召されて仕え、所領2010石余りを安堵された。御使い番とされる。慶長12年に、駿府城の普請奉行、慶長15年には、名古屋城の普請奉行に名を連ねている。この時、家康と徳川秀忠よりそれぞれ大内書きを与えられて称され、片平同服を賜った。元和2年、家康の異名により、尾張大納言。徳川義直に属して、家禄6000石を賜り、年寄りとなる。また、嫡男法直はすでに死去していたため、元和8年に10歳となった孫の直政を、将軍秀忠に拝謁させ、寛永2年に、朱印状によって、許可を得て、この孫を養子とし所領を継がせた。寛永12年2月2日に77歳で病死し、南桑名町、伏見町の大林寺に葬られた。戒名は前豊前守、滝川大林州彦次。大林寺は、戦時疎開によって墓や本堂を移転しており、現在は、千種区城山町にある。ありがとうございます。